はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。はーい、どうぞ、というわけで、誰か来客が来たようですが、誰でしょう？やあ、お邪魔するよ。あれ？お仕事中だったかしら？お父さん、お母さんも。ついさっき旅行から帰ってきたんだ。で、真っ先に娘の顔を見ようと思ってね。1ヶ月も経ってなくない？だったら最初から私も連れてってくれればよかったのに。嫌そうな顔ね。お土産いらない？うん、欲しい。素直でよろしい。はい。何？マンドラゴラのねと獣の屍プニプニ玉2つずつもらいました。わー、ありがとう。って、何これ？屍とかいらんやろ。何って錬金術の材料だろ。珍しいものだって聞いたからきっと喜ぶと思ったんだが。嬉しいことは嬉しいんだけど、でもお父さんもお母さんもあなたのお仕事のことを応援してるから。いいご両親ですね。それを使って頑張ってね。娘へのお土産って普通こういうのじゃないよね。なんか複雑な気分。確かに。よし、HP も回復したってことで、あ、でもマンドラゴラの、あ、そうか、これでお金ができる。あー、これなーかー、火薬材料が5つと、よし、ちょっと、これなら簡単簡単、いくつ作ろうかな。3個、3個作って、どれを使おう。低品質、効果が安定、反転に強い、属性強化と、どれを使おう。腐りやすい、かっこいい、会心の出来、違うな、かっこいい、これで、それじゃ調合するよ。これでほう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 。食堂に行って渡しに行きましょうかね。で、ついでに仲間にして冒険に行きましょうか。よう、お前か。なんか食ってっか。仕事のこと。そりゃいいや。ちょうど頼みたいことがあったんだよ。すぐ渡して、これとこれ。お、やってきてくれたのか。助かったぜ。仲間にする。49コール。一緒に来てもらおうかな。お、食材探しか。わー、つらい。いいぜ、いつでも付き合ってやるよ。ありがとう。じゃあ、あ、これだよ。これが欲しい。水が欲しいんだよな。タウンマップに出ましょう。で、縄文に行って、近くの森に行って、なになに？ねえ、なんでこいつがいるの？ほう。手伝ってくれるって言うから。それに、男の子と一緒の方が安心でしょ？なに、こいつと仲悪いの？男なら誰でもってわけじゃないわよ。なんでよりによって。ブデリア。なんだよ。俺じゃ不満だってのか。当たり前よ。だいたいあんたちゃんと戦えんの？これは遊びじゃないんだからね。お前に言われるまでもねえよ。武器だってちゃんと用意してきたんだ。じゃーん。めっちゃ助けてか。じゃーんとか。いくせくん。フライパンじゃないですか。ちょっと、なんなのよそれ。フライパンだよ。知らないのか。知ってるわ。知ってるわよ、フライパンくらい。そうじゃなくって、なんで武器がフライパンなのよ。なんでって、これで殴ったらめちゃくちゃ痛いだろ。そりゃ痛いだろうけど、そういうことじゃん。あー、もうやっぱり頼りにならないわ、こんなやつ。何怒ってんだ。よくわかんないやつだな。いや、怒る理由もわからんでもないけど。私もちょっと不安になってきたかも。ちょっとな。
え、もしかして1回に冒険に出るってことじゃなくて1日ってこと？よし、んじゃ早速食材探していくか。食材じゃなくて錬金術の材料を取りに来たんだけど。でもこんな普通の森に珍しい食材なんてあるの？そうだな、こういう森だと確か。ちょっとあの木の根元調べてみろよ。え、あの木？別に何にもないけど。ああ、な、何、地面が跳ねた。噂通りだな。ほら、こいつが生えてきたんだよ。なんこれ、これに跳ね飛ばされたの私。こいつは土かぶりって言ってな、人を転ばせて土をかぶらせるからこの名前になったとかなんとか。もう、だったら先に教えてくれたらいいのに。先に教えたら驚かないだろ。ほら、お前にやるから機嫌直せよ。いいの？ピクセ君が料理に使うんじゃ。あんまりキノコって好きじゃないんだよ、うまくないし。え、美味しいのに。うまくないっていうのもらってもな。土かぶりを手に入れた。おお。あ、土かぶり新しく出てきましたね。それ憎いプラス1は使いやすい、軽い。問題はこいつなんだよな。殴ればよかった。出てきた。うお、つれ。このお、ナイス回心。そら、お、8、いいね。あ、痛い、12。やっぱ回復アイテム持ってくれば、回復アイテム作りたかったけど持ってないんだよな。おお、9くら。そら、このやべ、うお、つれ。そら、ナイス回心。任せなさい。もうちょっと楽しませてほしいわね。わ、3人になると全然違う。危ね。あ、毛皮ね、速度プラス1。鹿羽ね、あ、お肉ね、なるほど。低品質、まずそう言われてるよ。扱いやすい。お、判定に強いと思い、かっこいい。気づいてないわね。こっちから行くわよ。でーい、このいいね。うお、うむー。そら、うわ、痛い。そら、このでーい、やったー。よし、お、スキル威力プラス1か。お、やったー、ヒーリングサルブ来た。 OK。 おー、危ない危ない。軽いね、かっこいい。変な形。お水が欲しいんだけど。かっこいい、反転強い、かっこいい。うわ、なんかいきなり襲ってきた。やべえ、なんやし。さあ、どっからでもかかってきた。うわ、なんかめっちゃおる。痛い。この青プニ、青プニからちょっと倒します。でーい、そら、マンドラゴラとかちょっと強そうやな。おお、6も食らった。なんやね。おお、アタック下がったし。そら、うわ、めっちゃ下がる。でーい、よっしゃ。やべえ、このそら、やば、ちょっと待ってよ。でーい、よっしゃ。スラ、
うお、13食らうし。すげえ。よっしゃ。この。そら。よし。おお、マイナス結構してますね。攻撃補助なかったー。攻撃5で6食らわしてくれ。 OK、 きた。いいや、つら。あ、やべ、あぶね。アイテムあと4回使えるのか。クーデリアに回復して、ほら、やば、全然食らわん。任せなさい。マンドラゴラ強え。このあ、戻った。それ、ちょっと待って。うわ、やばい、いって。このよし、来た。もうちょっと楽しませてほしいわね。うわー、つら。はあ、ほんほん、3234エンゼルシュート、いいや。3335翼、早っ。ぶったたく、ぶったたこ。おお、マンドラゴラ重い、腐りにくい。オッケー、他の採取地へ行く。わ、2日かかるんだ。あ、なんかあからさま水あるっぽいぞ。ここ水あるならガンガン持って帰りたいんだけど。あ、ウニだった。土かぶりで石ころ、チャンスだね、今のうち。あ、マンドラゴラ、ほら、お、16、ナイス会心。そら、お、いいね、11。うわ、怖い。なになに、おー、ポイズンや。わ、なになに、怖え。そら、このロロナ、コナー順番。よし、来た。辛いな。いい香りで、おっきい。わ、カゴの中がそろそろいっぱいになりますね。なんか何もカメラの死角で何があるか見えなかったな。何もなかったっぽいけど、脆そうな岩。岩は爆弾で破壊することで先に進めるこなるように、ほか素材アイテムが手に入ることもあります。うーん、邪魔だな。どうにかしてどかせないかな。もろそうな岩、なんか作れるんかな。何もなさそう。低品質、かっこいい。オッケー。うわー、めっちゃ避けるからな。アイヒエのマジックグラスの土かぶり。水辺にはアイテムを使って中に潜ったり凍らせることができる場所があります。ま、近づいてびっくりマークが表示されたらアイテムを丸押してください。箱の中にある使用可能なアイテムが表示されます。この先は行けないのかな。水を渡る方法があればいいんだけど。この先、あ、何もないんですね。よし、避けて。あ、レベル的に、うん、まだ上がんないな。よいしょ。え、なんだ、水系とかなんか手に入るんかと思ったら手に入らんのか。水が欲しい。あ、でも何も、こっから先は何もないんかな。HP も微妙だな。あ、そうだ、ジャンプの存在を忘れてた。おい、ジャンプした結果がこれかよ。
そら。てい。あら、よし来た。この。てい。えい。そら。ポイズンか。あぶねえ。この。よし攻撃終わり。もうちょっと楽しませてほしいわね。こいつらぐらいならなんとかなるんだけどな。水ないな。ここもろそうな岩も壊せないし、とりあえず戻るしかないな。よいしょよいしょ。なんか、何もないな。うん、ない。戻ろう。他の採取地へ。アトリエへ戻る。はい、コンテナ入れます。あ、ミスった。アトリエ出てしまった。あ、お前は忙しい。いや、それなら、やりましょうよ。お水がないから作れない。ヒーリングサルブめっちゃ作りたいけど、油がないから無理。あ、でも、確か錬金丹のクエストもあったな。ちょっと見に行こう。よいしょ。こんにちは。今日はどんなご用かしら。仕事をもらいに来ました。今のロロナちゃんには。あ、これはもうすぐ渡しましょうかね。生きてるやつと重いやつを出して。お疲れ様。はい、これが報酬よ。ありがとうございます。うわ、研磨剤5つか。フェッテルかな。キャベツ汁3つ、中和剤6個。中和剤はね、作れるんで引き受けましょう。それじゃお願いするわね。またいやー、フェッテルがなんか高いんですよね、確か。で、お水もね、あったらいいんですけど。少し在庫を補充しておくわ。必要なものがあったら遠慮せず買っていってね。ありがとうございます。どれが欲しいのかしら。やったぜ、水。それでいいのかしら。買える。水ちょっと、ありがとう。ちょっと多めに買っとこう。あとはいらないかな。で、アトリエに行きましょうかね。じゃあ階段登ってすぐのところだよな、とりあえず。よし。やっとキャベツ汁が作れる。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。うわ、4個も。 HP8 も削れる。どれを使おう。削れるって何よ。これでいいよね。それじゃあ、はい、調合するよ。一日でできるのはありがたい。できた。やったぜ。あ、キャベツ汁じゃねえ。しくった、ブランクシチューだった。もう最悪や。ミスった。めっちゃミスった。なんか応急にあったよな、そういえば受付。くっそー、ミスったー。キャベツ汁とブランクシチュー間違った。やられた。ほら、これ4個やん。あと2つ足りへん、やっぱり水が。あ、3つあるやん、あるやん。やった、やった。
今のロロナちゃんには。はい、全然 OK です。すぐに渡します。お疲れ様。はい、これが報酬よ。ありがとうございます。あ、今の5つか、すぐに渡そう。5つ。うわ、安物と大きいのと扱いやすいのといい香りでいいや。で、高品質。お疲れ様。ウニは所持数持ってねえな。またいつでも来てね。在庫はないかな。在庫補充してないよな。しかし、あ、やった。どれが欲しいのかしら。それでいいのかしら。ありがとう。はい、4つで。油系って何かあったっけ。純粋比叡の植物類の中和剤になるのか。植物類中和剤の水、食材になるのか。あー、ないな。んーで、じゃあちょっとアトリエ行く前に、こいつ。よう、お前か。なんか食ってっか。なんか食べたいところなんやけどな。今日のメニューはこんな感じだぜ。好きなのを選んでくれよ。お金がないんだっつ。お仕事。そりゃいいや。あ、これか。どうしよっかな。よし、それじゃあ頼んだぜ。まあね、作ってやんねえとな。こいつの交友度も上げて雇えるお金をね、少なくしないとちょっとね、後々きつくなるんで。チャオ。在庫が切れそうだったんで補充しといたぜ。え、全然切れそうではなかった。そうだな。あ、引き受けよう。これんじゃた欲しいもんがあったら、こいつでいいんだな。ありがとよ。6個作って、なんかいろいろ作ることになりましたが、まずシチューね。シチュー今度は間違いない。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。シチューを4つ。どれを使おう。高品質で生きていて、腐りにくくて、かっこよくて、何個いるの。あと3つ。すら、元気が出る形で、なんかめちゃくちゃ力を秘めた。こっちが、こう効果ダウン。あ、会心の出来。どれを使おう。水はかまんね。これでいいよね。はい、それじゃあ調合するよ。できた。よし、来た。甘く美味しい、美味しく回復症、甘い。あ、早いんだね。レベルアップ。やった、レベル上がった。このだからあれだよね、油がないんだよね。油がないのはドンマイな感じで。
これを。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。どれを使おう。低品質でかっこいい。どれを使おう。重くて安定、効果が安定で。これでいいや。それじゃあ調合するよ。この2つをこう調合して。できた。あ、これってもしかして特性って上書きされんの？今にして思ったんだけど。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。3個作ろう。どれを使おう。これでいいよね、はい、それじゃあ調合するよ。できた。はい。んで王宮通りのサンライズ食堂を順に渡していきましょうかね。よう、お前か。仕事のこと。この前頼んだやつ。報告。お、やってきてくれたのか。助かったぜ。で、終わって。で次が防具屋さんに行って、武器屋さんに行って報告して、在庫が切れそうだったんで。補充早いな。この人、この間頼んだものはどうなった？できるだけ早めに頼むぜ。ああ、頼む。報告する。はい。おう、確かに受け取ったぜ。ありがとう。タウンマップに出て王宮に行きます。で、報告と。こんにちは。どの依頼の報告かしら。あ、中和剤のこと忘れてた。報告、はい、お疲れ様。はい、これが報酬よ。ありがとう。またいつでも来てね。はーい。じゃあアトリエ行って中和剤作って終わろう。これなら簡単簡単。いくつ作ろうかな。8個作って。どれを使おう。どれ作ろうかな。元気が出る形、力を秘めて、効果が安定してて低品質やけど扱いやすいくて軽い。いい香りで返しのでき。これでいいよね。それじゃ、調合するよ。あ、ミスった。できたー。レベルアップ。よし。じゃあまあ、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。